アデミール・マルケス・デ・メネゼスは、ブラジルレシフェ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ニックネームはアゴを意味する傾斜だ。地元のスポルジ・レシフェでキャリアをスタートさせ、1941年には11得点を挙げて、ペルナンブー・コ州選手権の得点王を獲得。1942年からは、バスコ・ダガマ、1946年からは、 フルミネンセ府フ C、1948年からは、再びバスコでプレーした。バスコでは1949年に30得点、1950年に25得点を上げ、2度のリオデジャネイロ州選手権得点を王に、輝いた。バスコでの通算成績は429試合出場301得点。ブラジル代表としては39試合に出場して32得点を、記録。 1950FIFA ワールドカップでは8得点を挙げて大会得点王となったが2次リーグ最終戦のウルグアイ戦に敗れて準優勝に終わった2次リーグのスウェーデン戦では4得点を挙げた南米選手権には4回出場して1949年大会で優勝している高い運動能力、スピード テクニック、力強いシュートなど、すべてを備える選手と言われた。引退後は解説者、指導者、実業家として過ごした。1996年、リオデジャネイロにて死去した。ありがとうございます。